それでは進む中国社会のデジタルトランスフォーメーションと日本への示唆スマートシティを手がかりにと題しまして富士通グローバルマーケティング部門チーフデジタルエコノミストでいらっしゃる金健敏先生にご講演いただきます、えー、金先生、えー、どうぞよろしくお願いいたしますどうも皆さんこんにちはあの富士通の金と申しますけれども まあ私は日本語があんまりうまくあのしゃべれないので、ぜひ皆さんにですね、お許しください。じゃあ、そしたら私の資料を共有させていただきます。えっ、ー、と、まあ、時間もあんまりないのでですね、ぜひ私の,あの日頃の観察、インサイト、あるいは入手したデータですね、皆さんにご報告させていただきまして、 えー、ぜひ最後の15分ぐらいはですね遠慮なくディスカッションできればと思います。まあ、私から見ると中国が進んでいるとはいえいろいろ課題もあるしですね日本は日本の優位性があると、まあ、お互いに優位性を勉強し合ってですねより良い社会デジタル社会デジタル生活をやっていけばいいかなと思います。で全体的にはですね、まあ、スマートシティそういうこともあるけれども 今日はあの多分あの企業の参加者も多いですね。そういう意味ではあの企業レベルでスマート製造とか物流とかですね、そういうことも皆さんに報告させていただきたいと。まずですね私は あのやっぱり中国経済全体がどうなってるかと、全体像、枠組みを見て、ですね森を見て、木を見ると、そういう、う我々、えー、あの中国出身の人はそういう見方が多いですね。 で昨日も中国、GDP 発表されたんですが、あの経済の状況ですね、いろいろありましたけれども、私は中国のこのコロナの中で、デジタル世界の中で、どういうふうに運営されてるかですね、見る場合、うん、この3つの角度を見るですね、1つはコロナの対策を機能しているかどうかですね、2番目は経済が安定的に成長しているかどうか、3番目はやっぱり社会の活動がですね停止されてるかどうか。 かかどうかこの3つの視点で、この3つの目的ですね、多分同時には達成できない。バランスよくやるんですね。そうなってくると、例えばコロナの対策、このデータ、最初の昨日までのデータですね、これを見ると、やっぱり中国はそれなりに、 コントロールされてるともちろん局地,局地的にですねあのもぐらたたきみたいに出てはきてるけれども、やっぱり感染は基本的には止めている、そういうことある、あとはですねあの亡くなった人が非常に少ないと、なぜ中国のこのコロナの政策、日本はあまり理解できない、海外も理解しにくいですね、ゼロ。 で中国の国民はやっぱり支持もあるですね。ここを見れば分かるように、亡くなる人が少ないから、あとは感染者も少ない。まあ、そういう意味では、現地と海外を見るのはちょっと違う目があるんですね。あとは経済の成長はどうなっている普通、日本から見ると、こんなに協力的なあのコロナ対策をやると、経済はもう社会活動できなくなる。経済はもう えーとですね、どんとですね、えー、落ち込んでしまうと、まあ実は中国もそれなりに、ここデータから見れば分かるですね。で、そんなに強くは成長してないけれども、それなりにですね、成長はしてると、そういうことが言える。 ということは、この両方,両方から見ると、バランスとってですね、両立は維持してきてると、そういうことになります。あとはですね、サプライチェーンの問題、活動の問題。まあ、私は中国の統計、なかなか信頼できないと、多分そう言われる面が。じゃあ、アメリカの統計はどうなってるかですね。で、アメリカの対中輸出、アメリカの中国からの輸入ですね。 もちろん日本のデータ使えばいいけれども、これ見るとですね、結構サプライチェーンは維持されてるんですね。そういう意味では中国の生産活動が維持されてると。 そういうことが言えます。まあ、その意味ではですね、多分、あの社会活動もそれなりには維持されていると、そういうことになります。もちろん、このデータ、もともと私は米中貿易紛争について、あのこれ見るですね、どうなってるかと。まあ、きは米中貿易紛争の話題じゃないから、むしろサプライチェーン維持されているかどうかですね。もちろん、このサプライチェーンは中国国内もあるし、海外。 との関係もあるですね例えば2、3ヶ月前のベトナムですね、ベトナムのコロナのパンデミックがどーんと広がっていくと、もうベトナムのものが日本に入ってこなくてですね、私は、えーっとですね、お湯の供給ですねあの、給湯器をちょっと故障して交換しようかなと思って、1ヶ月かかってやっと交換してもらった。そういうことがまさに えーとグローバルサプライチェーンが維持されているかどうかですね。まあ、基本的には中国国内もサプライチェーンも維持されているですね。これはなぜなのと、そういうことがああの見たいですね。まあ、もう一つね、多分議論の中では、まあ、中国が経済そう成長されるのは中国の、うん えっと財政がだいぶ支出で中国がかあの金融緩和して、アメリカみたいにそうなってしまってるんじゃないのと、実はこのデータもですね見てみると、この1年、2年間では、中国ほど財政は支出してない、金融もそんなに緩和されてない。 このデータから見れば分かるですね、えー今年。去年の6月末対2020年のですね3月末のどのぐらい債務あの政府の債務があの増やしたかと、それを見れば分かるですね、こういうデータで見ると。例えば最近、あの結構中国の不動産会社がですね、えー、債務 中国の問題もありまして、非常にいろいろあるあの課題が出てきてるんですが、それはコロナの問題じゃなくて、ずっと前ですね、5、6年前、10年前も出てきてる問題で、むしろ中国はこの1年半、2年間はね、ぎゅっと絞ってるんですね。これ、えー、このデータから見れば分かるように、企業の債務はマイナスですよ、伸びてない。そういうい意味ではこの この1年、2年、中国の経済成長は、財政がべら,らぼうに支出して、これが維持しているわけではないと。そしたら何なのと、多分そういうことを詰めていくと、一つの要因ですね、私は今日との関係するのが、まさにデジタル化。 デジタル技術を生かしてどうやって対応しているかですね。実は中国の投資の分析していくと、今、不動産の投資とかですね、結構縮小の方向にいってるけれども、デジタルはあんまり影響されてない。まさに今日のテーマと関係して見てみようかなと、まあ、先ほど申し上げたように、この3つの目的にですね、同時達成はできない。 じゃあ、この同時達成できないときはどうやってですねバランス取るかと。これが結構難しいですね。まあ私は中国の政策、それなりには評価してるんですね。えー、まあ私よく行くですけれども、サトキビはですね、両端がみんな甘い、そういうことはない。 こっちが甘いと向こうはですね、甘くなくなると。そういうことで、だからそのバランス取ると、このバランス取る、その中であの非常に重要なことはまさにデジタル・トランスフォーメーションですね。そういうことが重要であると。そういうマクロ歴、えー、見てもあの出てくると。 じゃあそうしたら中国のデジタル化はどうなってるのとそういうふうに見てみたいですねで。デジタル化って別に今からじゃなくて、もう中国は十数年前から日本と同じように始まってるけれども、じゃあコロナ、この2年間ね、デジタル化も随分、あのまあ、まずデジタル化を見る場合は、やっぱり全体像はどうなってるか。まあ、全体像政策の中では デジタルチャイナそういう政策があるんですね。デジタルチャイナの場合は、経済の分野だけじゃなくて、社会分野、政府とかですね、あらゆる分野の政策をカバーしているわけですね。実は中国のマクロを 経済社会発展の5カ年計画があるんですね。で5カ年計画の中でも、実はこのデジタルに関する指標、KPI もあるんですね。まあ、昔の KPI はネットの普及率とか、あるいはブロードバンドはどのぐらいとか、それは日本とあんまり変わらないですね。でも、えー、と去年制定された第14次5カ年計画の中で、 この KPI の中で一つがね、デジタル経済、直接規定された KPI があるんですね。これはデジタル経済のコア産業の付加価値の GDP 比ですね。で今が7.8%。これから5年後は10%であると。これがまさにデジタル経済と言ってるんですが。 まあデジタル経済ってなかなか難しいですね、定量的な指標では。アメリカでさえも、これは統計上が非常に難しいですね。まあ、あのアメリカは商務省でやってるんで、あの試験的に今、アメリカだいたい9.7、10%ぐらいですね。じゃあ、中国が今8%ぐらいで、やっぱりアメリカよりは遅れてると、そういう面があるけれども、まあ、基本的にはこの デジタル経済、デジタル産業育成が非常に重要であると、そういうことが言えます。まあ、昔はですね、結構 RD 支出はどのぐらいとか、それ重要ですが、まあ、今、中国の RD のです、ね、GDP 比もだいたい先進国レベルに近づいてきてるんですね。もちろん日本ほどではないけれども、あとはイノベーションもどんどん活動もやってきてるですね。もうの,あの大国にもなってる。むしろ 特別な分野、やっぱりこれからデジタルが非常に重要であると、そういうことをやります。じゃあ、この,10あの14時5カ年計画の何を規定されているなのと、デジタル経済ね、2つがある、中国は。1つはデジタル技術の産業化。多分これはね、私の理解ではデジタルネイティブな産業ですね。つまり、ベンチャー最初生まれたとき、この企業、この産業はデジタル。 そういう産業ですね。まあ、日本でいうとインターネット産業とかそういうことを言えるですね。で、もう一つは産業のデジタル化。まさに在来産業すでにあるが、これをどうやってデジタル化。これがデジタルトランスフォーメーションですね。中国は多分デジタルネイティブ。これも非常に重要ですね。バース、つまりアリパパ、テンセントのような企業は、 デジタルネイティブな産業ですね。この点が日本はですね、ちょっと弱い。もう少し加速していかなきゃいけないと。もちろんこの両方、これからは DX の方が非常に重要ですね。なぜかと、在来の産業は、あの日本の産業が非常に中国よりも発達してるんですね。これがデジタル技術でえ武装すると結構大きな生まれ変わる。 あのデジタル産経済にですね、そういうこと。あとはコア産業は何なのと。まあ、コア産業、これ見るとね、日本の情報,情報通信産業、統計あるですね、経済産業省と省総,務省総務省、これは似ているような。 ものでも、あるけれどもでもでこの中で結構ネイティブな部分がですね、日本はあんまり統計されてないと、そういう面があります。あとは技術、まあ、それはて、たぶどこの国も日本もどこの国も同じのようになってるんですね。ただし、今まで我々理解している中国のデジタル経済ってですね、ほとんど社会実装の面があるんですね。この上の部分、右の図で見ると。 つまり技術はもしかしてアメリカから来てる。どこ来てるもあの問題ない。あるいは人が、ベンチャー企業が出てきてると。それ社会実装が多いですね。我々、見ている、見える中国のデジタル化は。本当は見えない部分が非常に重要であると。そういうことも今は進んでるけれども、結構ね、この2、3年ですごく危機感がある中国は。 なぜその危機感があるのなの,なのと、まさにアメリカとのハイテク紛争に入るとですね、危機感があると。この技術がアメリカは規制すると、例えばこの中で半導体とかですね、すごく危機感がある。で、危機感があって、で産業全体ですね、政府はもう中国のデジあこのデジタル企業ですね、 アリパパとかテンセントとか、あなたたち社会自装やってるばかりじゃないんだよと、もっと下に来てデジタル基盤技術をやってくださいよとか、そういうメッセージがね、強く出してる。まさにこの社会自装のところが去年からいろいろ規制ですね、もういろいろ競争してデータも出たらめにあの、消費者のデータをですね、えー えー、あの集めてですね、やる。これだけじゃないんだよと、もっと下にですね、来て、基盤をやってくださいと。私はそういうふうに理解してるですね。まあそういう意味で、アリババ、テンセントも今すごくこのデジタル基盤のところですね、ここの方にあに展開してると。例えば、アリババで結構 IC デザインとかチップの設計とか、中国トップレベルですね、そういうことにもなってると。 そういう意味では、まあ、例えば、ファーウェイは結構この基盤が多いですね。社会実装は面じゃないけれども、だからファーウェイはあんまり中国で叩かれてないですね。まあ、そういう面もあるかもしれません。まあ、全体的には中国は社会自想、前は中心ですね。今はだんだんと社会基盤の方にも。 非常に重要視されると。この両方とも必要ですね。なぜかというと、社会実装があると、このデータが出てきてですね、このデータが社会基盤に行くとですね、ぐるぐる回る、そういうデジタル経済のですね社会、デジタル産業のですね、全体ができると、そういうことになります。あとは中国全体的には情報化、昔、日本と同じように、経済から始まるですね、企業、 のデジタルあの情報化。だんだんとコロナが出てきて、まあ、今はですね、経済だけじゃなくて企業、政府、社会、全体がデジタル化ですね。まあ、私はむしろガーバナンス、社会ガーバナンスの DX ですね。そういうことが今回のコロナの対策でよく分かってきてるんですね。全体のデジタル化の方向にいってると。そういうことが言えます。もちろん、このデジタル化の方向に 情報2.0、3.0もまだ完結してないところは多いですね。実際は多分、中小企業になるとですね、まだ情報化1.0もまだ終わってないことがあるんですね。混在はしているけれども、まあ、先進的な部分はもう4.0までいってるんですね。全体的にそう言えるか。 全体的にね、第14次5カ年計画のデジタルチャイナ、これ見るとですね、やっぱり経済、社会、政府、あるいはルール、グローバルあの基準規格ですね、これ全体をこの図表で中国のデジタル政策が、えー、含まれてると、それ見るとよくあの外観できるですね。 デジタル経済は経済自体だけじゃなくて技術ですね。この技術を生まれて、デジタル社会、デジタル政府を支える。そういうこともきあの重要であると、そういうことになります。例えばスマート設定はまさにデジタル社会のところですね。もちろん政府も関わっている。コアはこっちの方ですね。 で、デジタル政府が変わって、デジタル経済ももちろんあります。この3社は完全に独立じゃなくて、お互いにリンクしてやっていると、そういうことが言えます。じゃあ、スマートセッチのところ、少し見てみたいですが、これはデジタル社会とデジタル政府がメインですね、経済よりは。 まあ全体的に、量的に中国はもうずっと前からですね、デジタル、デジタルとは言わない、スマートセ,ーテ,ィセティとか、そういう概念でやってきてるんですね。多分中国はですね、結構 IBM2008 年、IBM が打ち出した地域、都市のですね、デジタル化とか情報化とかですね、そういうことをよく知られて、で中国政府と結構早いですね、で取り組むと。 だから量的には結構多いけれども、でも本当のデジタルですね、えー、技術、ソリューションを導入してやってるかと、この図表から見れば右側ですね、やっぱりアメリカがすごく進んでるし、ヨーロッパも進む。日本あ中国はですね、この3番手ぐらい、日本はもっと弱いですね。そういう意味で中国は悲しも進んでるとは言えない。量だけではないですね。やっぱり質。 の側面で見なななきゃいけないいけととそういうことになりますただし、この4、5年間は結構急速にデジタル化ですね、スマートセティもデジタル技術を活用するようになってきていると。それはなぜかと、やっぱり中国の社会全体がデジタル化進んでいるんですねで。今、スマートセティ産業全体像を俯瞰してみると、7つの分野あるんですね。 一つはスマートセティの標準。もう一つはコンサル。つまり、あるシティがスマートセティをやる場合は、あの全体のです、ね、グラウンドデザイン。この手順とか、どういう技術を導入するか、コンサル。この会社もあるんですね。あとはアプリケーション。まさに社会実装ですね。それも分野によってはいっぱいあると。であと、中国は最もですね、日本と違うのが、まさにスマートセティ。 のコアの部分都市 OS これ中国は結構多いですね。もう多いかコア、何社かは非常に重要なあ都市 OS があると。日本ってあんまりないですね、これはで。それが私は問題意識としてやっぱりやっていかなきゃいけないと。であとはデジタル、あのスマートセットの基盤ですね。通信技術とか 5G とか、あるいは IoT 関連の部分とか、まあ、そういうことはですね、えー、中国もたくさんあると。でもう一つ、多分日本と違うのは、このスマートシティの運営に特化するですね。建設は自分、整備は自分じゃなくても、例えば北九州市が整備される、このスマートシティシステムを運営する、分析する、そういう会社も出てきてるんですね。 まあそういう意味では、まあ、日本は私はわからない。多分まだそこまでないね。地方政府、自分直接運営している。であとは、セキュリティ関連これはまあ多分日本とあんまり変わらないやつですね。 エコシステムができてると。で、先ほど申し上げたように、非常にコアな部分がスマートシティの中で OS ですね。これがブラ,ブランド化になってると。まあ、それは多分、大手が非常に重要ですね。例えば、アリババテンセント。アリババは e t c ティブレインというブランドですね。テンセントは WeCity、こういうブランド。ファー えー、インテリジェントシティ、こういうブランドになってるんですね。まあそういう意味で、他のもいろいろブランド持ってるけれども、日本はあのちょっと違うですね。まあアリバパはすでに海外も展開してると、いろいろ都市でですね、えー、実践してると。で、私から見るとね、結構アリバパはこの、えー、スマートシティ、転戦ともですね、自分のスマートシティ、経済圏、あるいは社会経済圏、 そういうことを形成されているですね、私から見ると。で、ユースケースもたくさんあると、そういうことが言えます。例えば、アリババのですね、CT、ETCT ブレイン。これは都市 OS がコアですね。他の部署ではアプリケーションがあるけれども、それはアリババ自身じゃなくても、エコシステムを組織して、第三者も一緒に入ってやるんですね。そういうことがオーガナイザー。 としてただ、このプラットフォームは彼らが持ってると、そういうことになります。ただ、日本全体を見るとね、私は日本はあのデータ連携基盤とかなんかあるんですが、の EU のです、ね、フェアウェアを大体利用している。 アーキテクチャでですね、どうして日本自身がないのと、多分ヨーロッパとは違うんじゃないのとで、EU のフェアウェアはですね、デジタル技術出てきた前で考えてるんですね、今の次世代デジタルって本当に適しているのと、そういう面では日本は独自なですね、私はやっぱりこの OS のようなですね、A、基盤あるといいななと、そういう。 ふうに考えてます。だから、アリパパは例えば、クアランプールやるときは、このウエス持ってですね、向こうで運用していると、そういうことになります。まあ、全体的な事例があるのはあのー、アリパパ本当にですね、スマート先生やり出したのは、クイッシュ。彼らの本部がクイッシュですね、私の生まれ故郷で。こういうところを実装すると、最初やり出したのは、交通管理ですね。 えー、九州って結構、年が狭いであの、えーと、交通渋滞はですね昔は48位であると、中国大都市の中で,で、大きな問題があったんですね。で、アリ・ババと協力してやり出したのが、何年やって、今はもう全国で第3位、つまり改善、相当改善されてるんですね。 で交通だけじゃなくて、その次が救急車とか消防とか、水圧、生活面とかですね、ガス点検とか、もうどんどん広げていて、だからこのシティブレインもですね、1.0、2.0、3.0、今もしかして4.0までですねい、えー、ってると、そういう全面的、全体的にですね、徐々にアジャル的に上昇していくと、そういうことになります。 こういう面ではですね、やっぱり一気に出てくるじゃなくて、えーすまあ、それは日本の文化があるんですね、企業、システムやるとき、最善すべて考えて最適なものを <laughs> 適用する。そうなるとですね、なかなかあの遅いし、まあ、改善の やっていく、アジャール的にですね、やっていくシリコンバレーの文化ですね。そういうことが多分デジタル化の中では必要になってくるかなと思います。あとは、Huawei の事例があるシンセン、スマートシティですね。そういうことをァーウェイやってるんですが、基本的には、あのえっ、ー、とですね中、こシティブレが真ん中、この OS があるですね。彼らもこの OS あるけれども。あとは IoT システム。Huawei は結構 5G ネットワーク強いから、あとはセンサー、IoT も強いですね。彼らが全体的に自分でやっていると、このデジタル基盤の面で。あとはアプリケーションですね。このアプリケーションは多分 Huawei だけじゃなくて、エコシステム的にやっているですねで。彼らが言っているのはまさに 多スの応用領域で、えー、無数の応用のシーンですね。これ、ファーウェイだけではできない。だから、エコシステム的にやっていくと。ただ、この OS の部分は、彼ら自身で構築してですね、ちゃんと提供すると。この OS、非常に重要なのは、この技術がですね、この、えー、エコシステムの企業、ベンチャー企業とかですね、エンネバーに、エンパワーメントする。 こういうことの考え方が非常に重要であると。そういうことになります。あとはですね、いいものがあれば、成功するこのソリューションがあれば、これはカプセル化して、マイクロサービスとして、このプラットフォーム、この OS の中にですね、載けていくと、別の都市でも使えると。そういうリユースの考え方が非常にあるんですね。そういうことはちょっと日本と違う。 面があるような気がするんですね。で、ファーウェイのことを見ると、本当に政府が一生懸命やるですね。例えば右側の下に500以上の政府機関ですね。で、185のシステムを統合すると。アプリも430ぐらい統合するんですね。これは結構難しいですね。一つの企業も難しいだから、こういうことができることはまさに本気でやってると。そういうことが 私から見見るとですすね見えてき、えー、ますそういう意味ではデジタル化はまさにここのところのですね最適化じゃなくて、やっぱりあの横の横断的にですねデジタルで,、えー、であの進んでいると、そういうことが非常に重要であると。あともう少し具体的なですねコロナ後の事例見てみたいんですが、これはヘルスコードですね。 多分、日本は批判的に見ている人権問題とか、消費者のデータはどうなっているか。このヘルスコード、このソリューション、このアプリケーションですごく機能している、実は。中国のですね、えー、と生産システム、あとは供給ですね、サプライチェーンが機能できたのは、このヘルスコードが非常に重要ですね。で この人々のデータをもちろん収集される、特に公的なデータがあるんですね、あのメインですね、これ収集されている。もちろん、あの診療データなんかも入ってるんですが、すべての診療データじゃなくて、コロナと関わるですね熱とかなんか出てくるところ、咳が出てくるところ、そういうデータは多分収集されていると。それがシステム AI 判断して、自分が請求されるときは、あの このコードですね。あなたは、えー、健康であるとで。どこ行っても自由に行けると。でちょっと黄色になると、えー、ちょっとですね、もう一回検査すると。検査する問題なければ、えーえー、とヘルスのコードに,です、ねえー、になると。ミロルのです、ね、コードになるとか、赤になるとですね、それはできない。どこ行ってもできないようにですねなっていくと。 そういうシステム、これですね、本当にあの調べていくと、1週間で開発出てきたですね。で、この次、最初はあの小さなベンチャー企業が開発したんで、その後はスケールアップはアリパパでやりだしたですね。で、最初は地方がいっぱいあるけれども、その半年以降かな、全国統一されるようになってるんですね。まあ、今全国で にはあるかなテンセンセトあるし、アリパパあるしですね。そういうことになっていると。まあ、この意味で最初は多分いろいろ課題、問題もあるですね。で、だんだんとあの改善してやっていくと。この面でがですね私は日本の事情を見るとね、よくあの不思議に終わるの、あの分かっているのは、例えば我々のです、ね、ワクチンの証明。 アプリケーションですね、携帯でやる。なぜ2、3ヶ月もかかるのと。よくわからない。この技術ってそんなに難しい技術ではないと。多分ですね、社会実装の面では日本はもっとやらなきゃいけないですね。デジタル基盤だけではなくて。ただ中国、これは反もちろん批判いろいろあるんですね。一つはプライバシー保護、どうなるのと。最初はですね、2020年。 3月から5月ぐらいはいろいろネットも出てくるですね。データ、紛争とかで、まあ、データが乱用されるとか、いろいろある。でも、これ、その後の取り締まりことによって、この1年間はほとんどそういうことは出てこないですね。改善している。もう一つ課題があるのは、AI で判断する。 そういうことがですね、AI も本当に100%正解なのと、そういう議論もあるんですね。この申し立てってどう,どうすればいいのと、その時もありました。多分そういう問題はですね、すべて AI の支配になるのと、そういう議論、中国はあるですね。だから説明できる AI、そういうこと多分これから求められるですね。 まあそういうどう解決されてるか、私は技術がそんなに詳しくはないけれども、まあ、一部は改善されてるけれども、最近はそういう議論があんまり出てこなくなってきてるんですね。で、もう一つ、コロナの対策として、中央政府はあんまりですね、あの財政大規模支出してないけれども、地方はやってるですね、デジタル空母の配布。 普及して、それで経済を促進すると。まあ実際、日本もやってるですね。で、そういうことが紙ベースじゃなくて、えー、全くデジタルベースでやってるですね。地方政府はもちろん予算があって、で、大手のプラットフォームに頼んでですね、全くデジタルですね。消費者申請してもいいし、店申請してもいいしですね。それで使ったらお金、えー、来ると。 そういう情報の流れと資本の流れ、こういうあるんですね。こういうデジタルクーポンの一つ重要なことは、デジタルだから、このクーポンを配給したら、大体1週間か10日間で効果はどうなってるのと、レポートがすぐ出てくるん、ね、で、それで次のデジタルクーポン配るときは、 修正してやると。つまり、このデジタルクーポンのコンテンツ、この中の内容はですね、いろいろ修正できる、政策的に。例えば、これは、えー、と飲食関連を促進したい場合は、このクーポンの中では飲食しか、あの店しか使えないとか、こういう内容を特定もできるですね。そういう意味では結構ですね、えー、政策の判断、あるいは事業の分析。 すぐにあの2週間、10日から2週間できる。そういう意味ではですね、日本の <laughs> この観光関連もやってるですね、これ効果はどうなってるのと、あんまり出てきてないですね。こういうことはデジタルの非常に威力を発揮できることが分かると。であとはですね、企業も昔は、あの えとですね、デリバリー市場、倉庫を経由して自社でやって仕分けしてデリバリーするんですが、でしかしコロナによってです、ね、一部は通れないとかなんかです、ね、そういうこともありまして、この J リードとコンはです、ね、開発したシステムは、えー、非常に消費者、注文の消費者近いところ自分のデリバリー物流センターじゃなくて 他の店を全部エコシステム的に加入してくると。つまり自分の倉庫にあるものじゃなくて、自社のものじゃなく他のねの協力、エコシステム的なストアのものをあの届けてもらうと。そういうことがですね、すごく一つのエコシステム、経済的、供給ですね。こういうことになっている。非常にうまく機能しているですね。武漢、最初はいろいろ課題がありました。 その JD.com のシステムによって、武漢の供給もです、ね、うまくできているので、まあ、その後はですは、ね、他の都市も応用されてです、ね、非常に中国が局地的にいろいろ問題があっても、あの物流はです、ね、そんなに問題になっていることはないと。そういうことが、このシステムは非常に重要ですね。世界の小売大会。 あフランス、どこで開発される全世界のですね、小売大会もこの事例は取り上げて、すごく推奨していると、そういうことがあります。あとはですね、政府関連、こ,のにこれは日本も非常に重要ですね。えー、データ連携基盤についてあの、えー、公的データのですね、オープン化、共有化、そういうことですね。もう中国もすでに、えー、2015年頃が始まってるですね。 統一した、解放する、統一したあの取引ですね、交換するサービスを提供する、こういうことをやってるんですね。で、その中で、例えば、この政府のデジタルあの管理システムですね、どういうデータ、政府データは公開する基本的には公開、その中で公開できない部分は少数ですね。そういうことがいろいろデジタル管理局。 そういうことをすでにあるんですね。2014年頃調べていくと、今は多分120、30ぐらいあるですね。まあ、このデータは1年、2年前のデータですね。まあ、今多分もっとあるけれど。日本のデジタル庁ができたのが多分去年でしょ。 その意味では中国の方がもっと早くですねできている。一部先進の地域ですね、えー、出てきていると、そういうことになります。まあ、もちろん、このデータのですね権利、義務の確認とかですね公開リスト作成とか、構造化するですね。まあ、あの政府のデータの中でも非構造的なデータ、なかなかデータ ができないものもあるから、そういうことをやっている。あとは民間のルールですね、策定とか条例、制定とかそういうことがやってます。あともう一つですね、民間のデータの場合は、政府のデータ全部無料ですよ、公用。で、民間の場合は結構あの有料で利用できると。このデータ取引証ですね、今だいたい二22、それも去年のデータですね、今は多分二十23、25ぐらい。 あるですねで。北京には国際データ取引所、そういうことも去年設立されてるんですね。まあ、そういう意味では、えー、非常にデータの活用、利活用ですね。そういう制度も整備しているとで。もう一つ、私は非常に重要なことはね、政府はデータ、私はデータ公開したんだよと、プラットフォーム、このウェブサイト作ったんだよと、自分、どんどん利用してください。そうじゃなくて。 どうやって利用するかですね。これを人材育成する、教育する、しかも利用できるように分析ツールまで提供すると、このプラットフォームの中で。それはすごく民間企業にとってもそういうやり方は勉強資産になるですねで。一般民間企業の中でも結構、いや、我々はウェブサイト作なんだよと、データも載せたんだよと、じゃあどうなってるの利用されてるのと。 そこまではあんまりあのです、ね、関与しないで、もっと一部の地方政府は先進的なところ、特に上海とかですね、すでにそこまでサービス、利用、結果ですね、促進する、そういうことをやっていると、そういうことになります。であとはですね、あの個人の例えば先ほど前の事例の中で、 えとヘルスコードとかなんかは個人のプライバシーはどうなってるのと、まあ、今だんだんルール化されて、個人情報保護法も執行されてるんですね。ただ、中国の消費者はやっぱりプライバシー保護よりまあ利便性、利益追求、そういうえ習慣はあるですね。それを発展レベルとかなんかも関係するけれども、まあ、これからはだんだん自分のプライバシー保護にですね非常に重視するようになってくる。 だろうとただしですね、私は日本の消費者、ちょっとあんまりにも補修的ですね。だからやりにくい面もある企業も政、地方政府もですね、まあ。例えば自分のデータがシェアするかどうかですね、利益共有との,あの対価で,で。中国は高いのはわかるけれども、アメリカとは世界平均とか見てても、日本は結構ですね、低い。 ということは非常に消極的。私から見ると、多分消極的2つの意味がある。1つは、この個人特定する ID システムですね、今、まだあの共有されてない、マイナンバーとかですね、まあ、一部の地域は常に充てるですね。問題は、この個人に対して利便性とか、便益、本当にできるのと供給してですね、 もし本当に利用できる、しかも個人のプライバシー保護をこの両立すると、そうであれば、多分個人もするですねで。最近は結構そういう方向に向かっている、例えばマイナンバーと,、えーとですねえー、ワクチン接種証明書、まあ、私も2週間、3週間前かな、ちゃんと登録してですね、非常に便利ですね、非常にいいエクスペリエンスがあって、そういう 2分で登録できたですね。そういう非常にいいエクスペレンスができたら、多分日本の市民、あのみんなやるですね。この点では私は本当に日本のデジタル庁 <laughs> の褒めてあげたいですね。こんなエクスペレンスいいあのアプリケーションもある、開発できたと。まあ、それは素晴らしい。そういうことがあるわけですね。まあ、全体的には、 多分ですね中国はバス、BAT のような企業があるからやってる面もあるけれども、でも日本も結構有力なですね、えー、企業もあるし、こういうやらせるかどうかですね、そういうことが非常に重要であると。まあ、そういう意味では単にやるだけじゃなくて、特に住民参加の場合は、この彼らの 便益ですね。本当にエクスペリエンスがいいなのと、そういうことですね。そういうことであれば、多分ですね、やりやすい面もあると。あとですね、時間もあんまりないんで、このスマートシティの、スマートシティの他に、ちょっとスマート製造についてもあの若干見てみたいですが、例えば中国と日本違うのはスマート製造はですね、日本はもうこの工場の自動化とかですね、結構 えー、ジャスト・イン・タイムとかですね、生産システムは結構洗練されてるですね、デジタル技術の前で。中国はまだそんなにない。だから中国は逆のアプローチですね。日本とドイツはこの下から、つまり自動化、 整備されてですね、この上にデジタル化の方に行く。中国は違うね、デジタル化が先に行ってるから、消費者とかですね、そういうネイティブの企業がベンチャー企業とか出てきてるから、それがあこの企業全体の自動化、えー、あるいは、えー、と洗練するですね、そういうことが ああの必要であるとだから中国とドイツ、日本のアプローチがちょっと違う、そういう面があるですね。例えば中国はデジタル評価は高いんですが、まあ、日本は低い、まあ、その評価は本当にどこが低いか。この進んでいることはむしろ 2C、消費者、 社会のデジタルが進んでいるんですね。企業の中は多分、特に製造業の中ではそんなに進んでいないと。だから中国は今、一生懸命政府もですね、待つ自動化、待つこの自動化できる設備を入れると。例えばロボット関連ですね。このロボット関連、この4、5年で急速に導入されているんですね。私は多分5年後で日本も超えるこの ロボットの密度ですね、つまり1万人従業員の中でどのぐらいロボットを導入されてるかと、日本も高いんですよ。それでも中国は急速に出てきてるですね。まあ、東南アジアジ比べてみるとまだ 手作業でやっている産業が多いですね。中国はもうだんだんと自動化されるようになってきてると。まさに中国は、多分生産現場は待つ自動化ですね。デジタル利用できるようになっていくと。でもう一つ、中国の特徴では生産現場ですね、産業ロボットは遅れてるけれども、サービスロボットは、ね、結構ベンチャー企業いっぱい出てきてるんですね。例えば物流関連ですね。 の仕分けロボットとか、それはすごく進んでいる。で、この中国のこの企業もすでに日本に入ってきてるんですね。で、この企業、この企業も非常に面白いですね。仕分けする、ものを乗けると自分でどこを持っていくか自分を判断して入れるですね。こういう仕分けロボットとか、そういうことにやってると。まあ、この分野では中国が進んでいるかもしれない。なぜかと、日本企業も中国の このロボットを利用しているか。そういう意味では、多分ね、こういう企業ってほとんどベンチャー企業ですね。まあ、日本はベンチャー企業が遅れている面もあるかなと。でもう一つですね、企業の中で結構面白いのは、販売システムですね。もともとはこういう地域代理店販売、そういうシステムですが、今だんだんとですね、オンラインで販売は全部やると。その地域 販売店はですね、販売やらないんで、むしろ潜在顧客の導入とか、デリバリーするとか、そういう方向に向かってるんですね。やっぱりあのライブコーマース、大企業もやり出してると、結構成功してるですね。このライブコーマースと伝統的なの、この販売店、どこが違うなのと、ライブコーマースでですね、結構ライブでデータのやり取り、ユーザーとのやり取りできるですね。 でこの企業がライブコーマースやるときは、研究開発生産の担当者が全部後ろに座って見ててくださいと。この消費者の評価とか消費者の声とか、すぐオンラインで見れるですね。そういう意味では、多分デジタルの分野ではここの収集が非常に重要ですね、のことになってくると。それが中国の今、ライブコーマースは単に。 流通分野じゃなくて、製造業もやり出してると。そういうことがですね、えー、一つの事例になると。あとは、アリババとかなんかも生産のところをやり出してるんですね。で、生産が彼らは物を生産やるじゃなくて、c to b アリババはやっぱり C の方が、コンシューマーの方が強いですね。この、えー、プラットフォームがあるから。このデータいっぱい持ってる。ユーザーもいっぱい持ってる。このデータ、ユーザーがですね、で、彼らの このスマート製造システムを使ってやると。非常に納期も短縮で、商品数でできると。納期がだいたい半分ぐらいになる。で、受注の件数もね、もともと200以上のものが今100ぐらいでもできると。で、アリババはそれが生産がですね、自分でやるじゃなくて、これを経験して、この生産システムを 他のアパレルメーカーに供給すると、能力輸出すると、インパワーメントするんですね。そういうことが非常に面白いことを実践している。つまり、中国のデザイナーは自分の生産はいらない。アリパパのこのシステムを利用すれば、これからはもしかして別の生産拠点を利用すればいいと。アリパパシステムがあればですね。まあ、すでにそこまでやっていると。 でもう一つ面白い事例、中国の小さな企業、いっぱいあるですね。こういう企業は、ね、別にアリパパ利用するだけじゃなくて、海外のプラットフォームも利用すると。私は小判ざめ戦略のような企業ですね。この企業、例えば Amazon プラットフォーム。この Amazon プラットフォームを利用すると、すぐ成長が早い。自分がうまくできれば。こういう事例もあるですね。あの すでに上場してる、例えば安価は上場してる、日本もたくさん進出してきてると、彼ら、もともと小さなベンチャー企業、中小企業ですよ、このアマゾンを利用してやると、こんなに今、上場企業になっていると、で私、このデータ、非常に面白い、アマゾンの中であのセーラーですね、店を開いている企業って、生産者ってどこなのと、だいたい4割ぐらいが中国の企業ですね。 それ日本の中小企業はやっぱりこういうプラットフォームを利用できるね。これは日本国内とかいろいろあるんですね。まあ多分コロナの関係でギュッと伸びてくるのが中国の企業。それを中国の生産、まさにコロナ対策で生産が回復できたことで、この供給が多いですね。まあこれからだんだんと戻ってくるけれども、それでも多いですね。まあそういう意味では日本の中小企業って本当に この戦略ですね、ちゃんと利用すれば、うまく全世界的なですね、有力企業になれる可能性もあると。 そういうことが言えるかなと。まあ、全体的には生産拠点よりもむしろ物流関連、消費者関連のとか、サプライチェーンのところがまずデジタル化して、だんだんと生産のところにです、ね、攻めてくると。まあ、生産のところ難しいのは多分通信の技術とか、今 5G はできるようにですね、ちゃんとしっかりできるように安全性もあるから。 まあ今まではあんまりやってこなかったことが攻めてくると、そういうことが言えます。で、実はスマート製造の先進的な事例ですね。この,あのスイスにある、えー、有力なあの大学研究所があるですね。こういう評価している全世界毎年2回ぐらいですね、評価している、調査してですね。このスマートセロライトハウス。 つまり最先、あの最も進んでいるスマート製造の企業はどこなのと、これ中国の企業も多いですね。もちろんこの中で外資系企業も入っているけれども、半分ぐらいは中国企業ですね。日本企業は2社しかない。どうしてもし評価、対外的に公表してない自分のブランド、あんまりやってないで、一部の分析では日本はね、個別的なプロセス、一つの、えっ、ー、とですね、 どころやっ全社的にやってないとかそういう分析もある。本とかはどうなってるかですね。まあ、事例調査しなきゃいけないけれども、まあ、全体的にはこうなってるんですね。で、最後のところで、で中国はですね、やっぱり DX は進んでる面もあるけれども、もちろん中国が特に重視しているのは顧客エンゲージメントですね。外部ドリブのような、待つ顧客。 で、データを使う、EC 重視、そういうことですね。これを多分、中国のデジタル化自体が C サイド、つまり消費者サイド、社会からですね、出てくる B の方が遅れてる。そういう面もあるかもしれない。日本は B の方が進んでるんですね。そういう面がある。で、あとはですねあの、会社の中は非常におろそかになっている面があると。まあ、そういうことが中国の遅れている。 あのトゥビーの分野ですね、えー。そういう面はあると。ただし、もちろんバースとかなんか、アリババとかなんかは違う面があると。で、全体的にシステム的に見ると、やっぱり中国のデジタル産業ですね、DX のエコシステムはこの3つからなる。1つは、あのフロント分野では非常にアジャル的にイノベーションしてやっていくと、対応していくと。で、あとはですね、デジタル基盤のような企業。 それももちろんあります。日本は今、政府も非常にデジタル基盤が重要ですね。真ん中の部分があんまりない、日本は。あのミドルプラットフォームっていうですね。ミドルプラットフォームは何かと、この両方がですね、かみ合わない。この基盤技術でだいたい安定しこ品質重視ですね。 この上の部分、フロントを非常にアジャルで早く変化して対応していると。その2つ噛み合わせるために、あの真ん中、プラットフォームがあるんですね。つまり、例えばフロントで成功したものがあのカプセル化して、このプラットフォームに残して、他の分野でも使えるようにですね。スケールアップしていくと。日本は、ね、このスケールアップの概念がちょっとあんまり足りない。私から見るとですね。 があるとであとはこの技術ですね、例えばデータ、データはこのデータキーもちろん残してくるとも、使えるように仕分けしてですね、こういうあの作業で、えー、つまりフロント、すぐデータ使えるようにですね、そういうことがやっているのがあの真ん中の部分ですね。 え実は経済産業省、今、出ちゃう経済いろいろ研究会ですね、専念研究会やってるんですが、ちょっと調べていくと、公開されるデータだと、やっぱりこの基盤のところ、今は一生懸命当てるんですね、この上の部分はどうなってるのと、これ全体を機能することが非常に重要であると。まあ、今、結構半導体ですね、こういうことが重点的に当てると、もちろん半導体も重要、でも全体が非常に重要かなと。 思いますで最後のところで提言ですね、やっぱりエクスペレンス、利用者のエクスペレンスが最大であると、日本の地方のですねスマートジでいっぱいある、でも消費者の,あのエクスペレンスですね、価値って本当に提供しているのと、そういうことが非常に重要であると、そういう意味では受益者、最大のですね利益、仕組み、これ提供する、こういうことが非常に重要であると。 だから先ほど申し上げたように、公的のデータは公開したらあると、載せたんだよと、それだけじゃなくて、利用者育成、データの価値創造の方法も教育してですね、エンネーバニにインパワーメントすることが非常に重要であると。であとはですね、あの先ほど申し上げたんですが、日本独自の都市 OS ですね、この基盤、ミドルプラットフォームのようなことが私は非常に重要かなと思います。 でそうでないとですね、いつももう顧客は断片的にですね、えー、やってるし、あとはまあフェアウェア、これって本当にうまくいくのと私、ちょっと疑問があるような気がするですね。まあ、パブリッククラウドみたいに、今、ほとんど日本国内のアメリカの企業がですね、 出てきて、日本企業はだんだんと弱くなって、そういうところがちゃんと反省してですね、ちゃんとやらなきゃいけないと。日本は日本の社会に着目したものがあるんですね。あとは個別的な分野、個別的な地方じゃなくて、水平的に、垂直的に統合していくと、そういうことが非常に重要です。まあ、それないと、イロ化して希望が小さくしてで、コストが高い、いつもコストが高い。 であとはねメリット、価値創造のメリットができない。でそういう意味では日本は地方たくさん。 えっと、やってるですね、あの事例も POC も POC ばっかりやってるじゃないんだよと、この POC が成功したらもうカプセル化して別の年でもですね、やるようにモジュール化してですね、こういうことが多分非常に重要であると、そういうことになります。すいません、私が、私がちょっと話がですね、内容が多すぎて、時間がな長引いてしまって申し訳ございません。私の話は以上で終わらせていただきます。 はい、金先生、どうもありがとうございました。ごめんなさい、ちょっとはじ<あ>とんでもないです。はいはい、それでは、えー、ご質問のある方は、画面下の手のひらのマークをクリックしていただいて、えー、挙手をお願いいたします。あ、今手が上がりましたね。4人参加して<あ>手を挙げていました。 はい、はい、お願いしますあすいませんどうも、はい、どうも今日は大変興味深いあのお講演ありがとうございましたありがとうございますで私が知りたいのはこれだけあの短期間に非常に急激なまあ変化があったんだと思うんですけれども中国、はい、の一般の人たちのその感覚っていうんですかね、うん、<laughs> そういうものはその ついていけてるのかっていうこと。<laughs> そうですね。まあ中国は非常に大きいから。あ、どうぞ。な、内容。まだ <laughs> 終わっている。いやいいですいいです。あのあ例えばまああの学歴の高い方、都市部、はい、都市部に住んでおられる海外経験もある方とかそういう方たちは割とすんなりと馴染めるんだと思うんです。はいはいはい。はい、まあいろんな方がいらっしゃると思うんで、はい、そういう方たちはそのこういう社会の大きな 短期間に大きな急激な変化があって、その意識としてちゃんと行動とか、<ー>意識としてついていけているのかどうかっていうのはちょっと思うんですが。そうですね、全体的に話題を見ると、先ほどの,もあの問題意識があるですね、やっぱりついていけないそういう年寄りの人とか、あるいは農村のですね、元奥、山奥の人とかですね、そういうものはもちろんあります。ただし、私は日本の社会、観察してみると、全体的にはですね、 日本もすごく進んでるですねあの。例えばネットの普及率とか、そういうことはもちろん非常に進んでる。中国もね、この何年間はすごくネットの普及率ね早くなっている。それはなぜかと言いますと、デジタルよりも、まず EC の普及ですね。 はい、これはもう10年ぐらい、アリババテンセントとかですね、すごく力入れて出てくる。そういうリーディング的なカンパニーが、この消費者のですねデジタル生活なじませるために、一生懸命復旧活動やってるんですね。うん、例えばネット決済、ね、あのスマホン支払いですね、決済。そういうことは日本はやっとこの1年、2年でどんどん増えてきてるんですね。 中国はもう4、5年前からおじいちゃん、おばあちゃんもみんなやりだしてるんですね。の、ヤウ屋さん行ってもですね、露店の野菜売ってるところもみんな QR コードでやってるんですね。そうなると、実は私がありペイですね、つまりスマホ決済やりだしたのは5年前かな、北京出張にいて、北京はですね、このピーナッツ買っている、 このですね、えー、だいたい一袋かな買ってるおじいさんがですね、こういう,う携帯で決済して読み込んでやってあれ見ると私は恥ずかしくてしょうがないんだよ。すぐ日本に戻って、もうあの APP 入れてやりだした。今私はすべてペイペイでやるんですね。ほとんどペイペイとかなんか。そういう意味では社会全体がそういう教育、 多分ですね、非常に重要、慣れてくるとですね、例えば、このなぜそんなにできるのと、あのじいちゃん、ばあちゃんも、中国はですね、こういう習慣があるお,正あのお正月になると、お年玉とかなんかですね、やりだす、あるいは中小企業であると、従業員にですね、ボーナス少しやるとか、お礼にですね、お金やるとか、昔は物今はだんだんと少しお金やるとか。 そういうことがね、全部スマホでやりだしている。で、こういうお正月になると、何億人の人がですね、お互いにそうやりだしている。これはだたい10年ぐらい前からあの始まってるんですね。で、私の父も早もやるんですね、そういうことも可能性としては。 いや私もずっと親戚に言われてどうしてあんたたちが WeChatPay やらないのとかそういうふうに言われてですねまあそういう意味では社会全体がそういう文化あるいはそういう習慣になっていくですね。 あとは日本のペイペイとかなんかも同じように、インセンティブつけてですね、買い物するときは何%、パーセント10%パーセント、20%パーセント割引するとか、そういうことをやると結構ですね、皆さんが出てくるとで。中国は日本よりも早くそういうふうに、多分五5年ぐらい早くそうやってるですね。で今はもうほとんどの消費者は、あのもう、あの 80歳以上、90歳とか、それは多分難しいけれども、もう大体ですね、リタイアされていくと、もう全部このー、えー、とスマホでやるってのね。中国は結構ソーシャルメディアとペイメントシステムとか買い物とかで全部一体化してるのよ。新幹線の切符買うとか、あの病院予約とか、そういうことが例えば公共料金支払いとか、全部この APP ですね、アプリケーション、スーパーアプリケーションの中にあの入れてます。そういうことがですね、多分習慣になってみんなそうやるんですね。私はだから、そうやりあの、最初5年前やりだしたら、も、ま、う、あ、今、中国行くとですね、新幹線、中国国内の新幹線切符ですよ、この予約買うのは日本で買うね。まず買ってですね、向こうに。それもできる、全世界で自由にできると。 そういうことがですね、多分一つ状況ですね。もちろん、えー、ともう一つ、農村地域では結構ですね、あのアリ・ババ・テンセントとか、地方に、例えばタオパオ ECR とかタオパオ村、このタオパオ村、この農村地域ね、このエリアに一つの学校を作る。で、学校を作って、教員も派遣して、で、向こうにどんどんできるようにですね、どうやって農産物を売るとか。 そういうタオパー村もね、たくさん何千も出てきてる。うん、そういうですね、まあ、今私は本当にあの中国政府が、中国の政策、東京者がね、いろいろ批判してるタオパーとかテンセントとか、実は彼らはね、結構中国国内のデジタル化に貢献している面も否めないですね。うん、日本の日本の企業も、 やってはいる多分そんなに大々的にはやってないかな。日本のですね、楽天とかなんかはあの、うん、やってるけれども。あそういう面もあるかなと。うん、社会全,全体の、うん、状況ですね。はいかりました。ありがとうございます。どうも。はい、ありがとうございました。あすみません。もしもし。はい、ああそうそうあ,あ,のあだけでいいんですかはい、どうぞ。はい。はい。えーっと 紙は見えてますか？あの、すいません。あの初めまして。あの私,私、岡山大学経済学部の総と申します。あ,はい、あの金先生のあの貴重なお話をいただき、すごく勉強になりました。あの、私どもまあ中国出身なんですけど、<laughs> まあ実際まあ大学であの日本のまあ地方投資における。そういった。まあ、シムレスな交通まちづくりとかそういったものが。うん 研究しておりますそれについても先生おっしゃったようにやっぱりコアがないのでなかなか事業のアイデアが出てきてもコンセプトの立案とか実証実験とか進んでも事業化にするまで確かに少ないですね日本は。で僕考えているのはやはり中国と違って やっぱり市民とか自治体とか事、まあ、業者の、うん、いわゆるステークホルダーですね、うん、その3者の間になかなかその合意形成が難しくて、うん、まあ行政でも、まあえー、予算の関係で多分単年度でまあ大きな投資もできないし、うん、それから、まあまあ、中国用なその、まあ、急にそのいろんな技術を作って、まあ、街を進めるのはまあ本当にできるかなと、まあ、ずっと疑問してるんですけど。 まあこれからまあスマートシティを作る上でまあ先生のまあ日本のまあ事情に考えてまあご見解とかあの教えていただければと思います。まあいあの日本はね、はい、私見るといろいろ日本のスマートの専門家とも今研究会とかいろいろやってるですね、いろいろ交流してるんですが、やっぱり日本の,あの地方ね、小さいあのスケール。 メリットあのスケールがですね。そういう意味では、一つ一つ全部一から開発のみんな一からやるとですね、時間もかかるし、スケールメリットも出てこないし、しかもこのいいユースケースがですね、できないんですよ。そういう意味では、むしろ地方のですね、連携して、例えばある地方で人口損なりのあるところが出てきたものが、 あのそういうあのですね、モジュール化して別のところも利用できるようにですね、重複やらないので、もちろん地方によっては違うあのこ、個別的なものもあるけれども、それは個別的なですね、ミニプログラムのような感じでやればいいですね。うん、この一つの中で一つのマイクロサービスのようなことですね。プラットフォームはやっぱりですね、個々の 市町村が全部やり出すと、これはもう全然ペイメント、ペイもできない、技術者もできない、運用する人もできない、あの、確保できない。そういう意味ではむしろスケールアップして、一つの組織としてやる。私から見ると、北九州市は他の周辺のところがね、例えば連携して、10市町村を連携して、総務省にですね、 こういう地域統合されたものをやると、総務省ぜひプロジェクトをやらせてくださいとか、そういう提案もできるんじゃないかと思いますね。だから、ここ、今の行政単位でやると結構難しいですね。中国はあの日本のような小さな、もちろん村もいっぱいあるんだよ。でも本当にやり出すとは上のレベルですね。ある程度の えー、スケールがある。そういうところがプラットフォームが出てくると、この小さな損は一、ね、つ、この中で一つのアイコン入れればいいですね。だそういう意味では、この個別的な需要とプラットフォームのような考え方、多分必要になってくるんですね、日本は。個々のところ、独自的にやってるよりも、もう独自やってることはサービスでいいねん。 マイクロサービス一つのですね。プラットフォームはそんなにいらない多分。だそういう意味では、もっと横の連携やっていくと、えー、いいかなと。まあ、日本は POC はたくさんやってるですね。官庁、いろいろ官庁でやってる。そういうところがどうやって連携するか、非常に重要かな。ありがとうございます。ありがとうございました。すみません、失礼します。ちょっと別の会議がありますので。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 すみません、手を上げていただいてます。ハッタリスト、お話しいただけますでしょうか。<laughs> はい、はい、ハットです。あの、ありがとうございます。画面は出ないんですよね。あ、えっ、ー、と、パネリストに昇格してもよろしいっていう、あの、OK をクリックしていただけると。<laughs> はい、はいはい、わ、はいはい、かりました。ぜひ。あ、すごいね、今、まさに。 はい、はい、どうも、はい、どうも、どうも、うもありがとうございますまう。大変ありがとうございました。いやこちらこそ。そ今の、先ほどの質問の、まあ、延長線なんですけども。はい,は,いはい。えっと、都市の、プラットフォーム、がですね、うんえー。まあ、各都市では、ちょっと、えー、小さすぎるということでしたけども。うんうん、まあ、その、ある程度、大きくてもですね。うん。その、大きい範囲ごとに、別々なプラットフォームがあったらば。 うん、そうすると、1つの,その地域でできたものを、他のところにモジュールとしてあの使っていくのは結構難しいんじゃないかと思うんで、そうそうもういっそのこと、うん、少なくとも日本のような規模では、国でそのプラットフォームを作ってしまったら、<laughs> うんですが。 えー、モジュールやなんかはその地方で開発したらいいかもしれないけど、うん、と思うんですが、その最適な範囲といいますかね、それはどういうことになるでしょうか。うん、えー、っとですね、日本もこんなに、ね、小さな国じゃないですね。国一つは多分あの違うけれど中国もそういうものがある。私から見ると、むしろですね、 例えば別のところを適用すると、いろいろ違うプラットフォームになっている。だから政府が重要なのは、むしろルール標準化ですよ。データをお互いに連携できるような。これが重要ですね。うん、実は中国が去年からこのアリババテンセントに対して非常に厳しくやっているのは、もともとアリババテンセントの競争があるから、お互いに連携がですね、相乗のり うん、こういうことができない状況、いろいろある。それが政府は今非常に厳しく指摘している、批判しているですね。あなたたちお互いに競争はあっても、お互いに乗り換えられるように、消費者の選択で。例えば、アリパパのアリペイに入ると、プラットフォームに、ウィーチャーとペイも使えるように。そういう連携ですね、標準化、オープン化。 そういう政策をやっているんですね。そういう意味では政府はやっぱり標準ではルールを作る。例えば、あの日本で A 会社ですね、作ったもの、B 会社作ったものがですね、もちろん競争の必要な部分は解放できない部分はあるけれども、基本的な部分はやっぱり解放しなきゃいけない、お互いそう、うん、何が基本的かということですね。データ連携とかですね、あるいはこのツールの利用とか。 それでも中国ではそういうルールができちゃってるわけですかああそれはだから先ほど申し上げたように、地方政府がすでにデータ管理庁とかなんかあるですね。もちろん中国はこういうデータ管理庁、結構大きい、中国大きいから、一つの省でもですね、結構1億人、5000万人とか1億人、そういうこともあるから。日本だと多分ですね、東海地方とかこのレベルはできるはずですね。 でもまあその社長のオープン化ならばやっぱり国のレベルでやるべきじゃないもちろんもちろんあのベースは国のレベルですね。うん、その標準はもう中国では国のレベルで作ってあるんですか、うん、えー、国レベルを標準作ってでも中国は結構地方によって全然違うから発展レベルも違うし地方はこの標準化も作ってる地方自身も条例で。なるほどうん。わかりました。どうもありがとうございました。 いいえ、すみません。ありがとうございま,ざいました。あの標準化があればさっき、先ほどのあれですよね、その、えー、ヨーロッパのフェアウェイを、えー、やっても、他のをやっても、えー、少なくともその標準化だけがきちんとし,してれば、お互いの理由ができるそう。そうですね。すねはい。はい、うどうもありがとうございました。ありがとうございます。<laughs> それでは最後に、あの、大福所長、よろしくお願いします。ごめさい。<laughs> <laughs> あ キム先生あの、ご報告ありがとうございます。難しい質問しないでね。デジタル経済を推進するために、えー、と政策のサポート、そしてあの、えー、意識の、えー、変化、えー、あとはあのエ,コシステムエコシステムの整備など、いろいろ必要がありますが、うんまあ、やはりあのその中に、 えー、人材は人材は非常に大事だと思います。あの中国では、まあ、DX 関連人材の育成、そして優秀人材の補修制度について、あの成功している点、もしあ,のあればと思われる。 成功している点と思われる点があればですね、<laughs> うんえー、もう少しご紹介いただけませんか。いや、よろしくお願いしますあ。おっしゃった通りですね、人材が非常に大事で、まあ、実は先ほど私のプレゼンの中でもありました、例えばあの政府がね、 公的データ公開したんだよと、このデータがどうやって使う、どうやってアプリを開発するとかですね、ツールがあってもどうやって API を経由してできるとか、そういうことがまさに、あのタイ先生が出身の上海市は非常に進んでいる、教育してるの、人材やり方とかですね、地方政府も単にデータを出したんだよと、この載せたんだよと、ウェブサイトに、それは足りないんだよ。 全部利用できるように、消費者もつまり利用者のサイトから見てどうすればいいかと、利用者のスキルをどうやってです、ね、アップしていくかと、そういうことが地方は一生懸命やってるんですね、特に先進的な地方では。これは人材育成にもなるんですね。でもう一つは中国の企業、この点ではね、私はもうずっと 非常に評価してるんですがあの、テンセントとかアリババとかですね、JB.com とかですね、彼らは一生懸命教育してる。企業はね、これから重要なことはむしろ消費者、自分のカスタム教育とかですね、エ b イ i リンっていうの。日本語、私わからない、畑先生、エ b イ i リンって日本語なんていうのいどうですかね。<laughs> <laughs> エンパワーメントですね。つまり個人からメエンパワーメント。能力を高める <laughs> 相手の能力を高めるですね。そういう企業の責任でもあるんだよこの点ではね、中国のこのデジタル企業はね、結構アメリカと同じように多分進んでるすごく。例えば EC がそんなに農村でも、 の農産物を売るの、じいちゃん、ばあちゃんもできるように教育してるんだよ。結構、エンネイブリングするですね。うん、エンネイブリングする、エンパーメントすることは、自分のお客さん育ててるんですね。うん、で、私はよく言ってるのは、日本、釣り好きな人がいっぱいいるですね。大体、うん、釣りは魚あるところ行く、魚群探知機持って、あ、魚ある、こういう地域だから釣り行く。 やっぱりこれからの世界では、蓄養する、用業から大きくなる、自分がちゃんと蓄養してですね、もちろんこの成果は自分のものになる、もちろん社会にも貢献している、こういう考え方って非常に重要ですね。個人でも消費者でも社会でも、この消費者、社会がデジタル進んでいけばいくほど、 自分のビジネスも成功していくですね。この点では非常に私はアリババテンセントとかですね、こういう中国のネット企業は素晴らしいやってるところですね。もちろん彼らの問題は問題別としていいところですね。た、うん、だから日本企業が例えば今、 この今ですねあの、ワクチン接種の証明書がねネットで、このスマホに入れるネットでやる、多分みんなですね、どうエクスペリエンスするか、こういう企業レベルもね、どんどん宣伝すべきですよ、こういういいことがね、私はもうフェイスブックどこかもいる、2分間もできたんだよとか、<laughs> 本当にいいことですね、どんどん。いや、デジタル庁、畑先生、デジタル庁、どうしてこういう PR しないんですね。 こういうい私のようなエクスペリエンスの経験を持ってる。<laughs> そういうことをどんどんやると、みんな市民たちも、あ、デジタル化って本当に面白いかなと、ね、あの、負担じゃなくて、うん、こういうことは非常に重要ですね。多分おじさん、おばあさんも出てくる、ウィチャートでいろいろやる。ね。 うん、まああの教育は専門教育と社会教育、普及の教育両方ありますけれども、キュ先生、さっきおっしゃってるのは、企業は責任を持って社会教育ですね、その普及させることも非常に大事、それは非常に賛成します。もう一点は、まあ、専門人材の育成ですね。まあ、日本は、まあ、私から見ると、大学。 教育の成金は本当に融資されてないなです、ね、それはね、<れ>私も世膏大学とか教えに行ってるんですが、ののね、結構ねあの、企業教育とかですね、いろいろ結構多いんだよ。ビジネスコースでやる、この開発はどうする、ミニプログラムがどうやってやるとかですね、結構多いん、ね、でで、私は日本の某大学でも非常勤でやってるね。 で私の学生いたのは、この大学は企業教育全然ない。ああで、一生懸命私について勉強したいと、どうやって企業する、資金はどうやって調達するとか。うん、これね、多分ね、メディアはみんなやってる、畑先生ね、言ってるけれども、まだまだ、うん、実際はですね、そこまで言ってない。うん、だその、そこの点では、ね、本当に行動するらな、言うことよりも。 うん、こういう面では多分ですね、そうですね、あの、まあ多分今回コロナでいろいろ10万円支払うとかなんかるこの10万円は本当に教育クーポンにすればいいですね。<laughs> ジタル無料で、<laughs> 2万円でもいい <laughs> クーポンですね。<laughs> はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。すいません。はい それでは、えー、本日の成長戦略を終了させていただきます。すま最後まで皆様ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。<laughs> 勝手に言わせていただきましどうもありがとうございました。いえいえどうもありがとうございました。